はい、皆さんこんにちは。改めまして本年もよろしくお願いいたします。講師の黒沢です。今回はですね、2019年、最初の方の動画ということで、もうすでに何本も動画をアップしてるんですけれども、ネットビジネス界、特に商売の世界ですよね。自由競争主義かつ自由選択肢の世界ではあるんですけれども、私自身が2012年からネットビジネスっていうのをやり始めて、でネットビジネス界だと最も高次元な手法と言われているプロダクトローンチっていうキャンペーンを大々的に行うキャンペーンなんですね。広告費何百万もかけて、場合によっては何千万もかけて行う、でアフィリエーターをバーッと動かして行うようなキャンペーンの裏方もやっていたことがあるので、正直出演していたこともあるくらいなので、そういったネットビジネスの、どちらかというと中心部、一番深部ですねっていうのを経験することができた上で、皆さんに警鐘を鳴らすといいますか、気をつけてくださいって言いたいことをお伝えさせていただきたいと思います。暴露ってほどではないんですけども、実質的にここまで話すネットビジネスをやっている人っていないんですね。なぜならば自分たちがやってるから。私はそういうこと一切やってないんですよ。じゃあ私の5日間の無料講座ってプロダクトローンチなんじゃないのっていう方いると思いますけど、プロダクトローンチと同じような形式は取ってますけど、そこで先導することもなければ、今すぐ入らないとダメですよなんて一言も言ってないんですよね。だからプロダクトローンチではないです。プロダクトローンチと同じ手法は乗っ取ってるんですが、先導して限定性の法則とかを使って、この案件は3日以内に消滅しますなんてことは言ってないし、あとは実際お問い合わせいただいた方でも、あ、この人ただ楽して稼げればいいんだなとか、物販に対する愛を感じてないんだなとか、海外転売を好きでやろう、好きになったからやろうと思ってるんじゃなくって、何でもいいから金稼げりゃいいんだなとか、そういった方っていうのはもうお断りしてます。だから私自身っていうのは、そのネットビジネスの古き悪しき慣習、今も存続している状況っていうのが非常に違和感があるんですね。一言で言ってしまえば気持ち悪いって思ってるんですよ。だからどういうとこ気をつけていけばいいかって、今後やっぱりネットビジネスやろう、個人がね、個人の力を発揮してどうたらこうたらっていうね、ご託を並べてる人たくさんいますから、そういうのを妖刀苦肉、ビジレーグ、体現相互なんていろんな四字熟語で言うんですけれども、皆さんが商売の世界にご自身の体一つで飛び込んでくる、これは本当に素晴らしいことだと思うんですが、そこで手ぐすね引いて待ってる連中、うぞうむぞうの輩っていうのもめちゃめちゃ多いんですよ。だから今回皆さんに、警鐘を鳴らすというよりはね、自分の体一つで入っていくと、一言で言えば、今回のタイトルにも入れさせていただいたんですが、私がこの商売の世界ですね、企業だとか実業だとか個人が活躍する世界とかね、聞こえはいいんですけれども、これ結局蓋開けてみると、こんだけ商売の世界って嘘つきが多いんかっていうふうに思ったんですよ。で、嘘つきっていうのはいろんな種類がいて、狡猾な人もいれば一見いいこと言ってるんだけれども、結局人よりも金取るような人とかいたりして、なんかね、徐々に体の肉をそがれていくようにお金を取られていく場合、取られるっていうのもおかしいですけど、今回細かく説明しますよ。なんでネットビジネスを行っている、すっごい努力家で真面目に進んでいる人たちがの中でね、思ったように実績が出ない人がこれほどなんで多いのかっていうのを私ずっと考えてて、で昨年、要するにもうネットビジネス始めて5年目っていうのを、どうにか超えましてね、おかげさまで。で、改めて反芻咀嚼してみると、ようやく分かった部分っていうのがあるんですよ。先に結論から言うと、努力が足りないだとか、もっと方向性をしっかりしろっていう話もあるんですけど、そこだけで、じゃあそれが原因でお金が思ったより稼げない人がこんなに多いのかっていうと、そういうわけじゃないと思うんですよ。実際もちろん楽して稼げればいいだとかね、お金に困窮しまくってすんごいテンパってる状態でなんか始めても、それはうまくはいかないです。だからそういうレベルのことじゃなくって、資金もちゃんと用意して、一生懸命堅実に冷静に着実に、特にね、真面目な人、前向きな方が進んでんだけども、なんでここまで実績出ないのっていうのを、自分の理由、
もちろんあるんですよ。全て自己責任の考え方で起業家進むべきなのは確かなんですが、とはいえとはいえ周りから全て自己責任だよっていう言葉に隠されている暗部、この闇の部分っていうのを露呈させてあげないと、私が皆さんに紹介してあげないと、気をつけないでなんかここにまっすぐ進んでいけばいいって思ってても猛獣がいるわけですよね。だから自分は真面目にまっすぐ進んでいっても、そのかまいたちみたいな猛獣がシャーシャーシャーってここに切り刻んでかれて、もう気づかない程度に擦り傷がね、ああ森の中歩いてるイメージですよね。森の中歩いてるから、あれさっき気づかなかったけど、ここの肉ね、木かなんかに擦れて裂けたんかなとか、そういう感覚で多分皆さん真面目な人だから、ここに前向いて進んでってると思うんですよね。あるある探検隊みたいな感じでね。でもこのあるある探検隊で進んでっても、結局その削がれてるのって、実は皆さんが本当は削がれるべきじゃない肉を削がれ、使うべきじゃない血液を吸われっていう場合もあるわけなんで、まあ、簡単に言えばその蚊ですよね。蚊みたいな存在の人たちがたくさんいらっしゃるので、皮肉ですね。蚊みたいな存在の人がいらっしゃるっていう言い方も皮肉っぽかったんですけど、別に皮肉ではなくて事実として、そこら辺皆さんに知っといておいていただきたい。商売の世界っていうのはそういう意味でシビアなんですよ。だからそこっていうのはただのお人よしじゃ生きていけない世界ですよっていう話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、私が先日、ここ、私のこれ手帳なんですね。各手帳2019っていうのを私使っていて、ちょっとすみません、見づらいかもしれないです。ここにいろいろ書いてるんですけど、ちょっとね、エマゾン的にっていうとかっこいいんですけど、私が書いた、特にネット、すべて自己責任ですよ。すべて自己責任なんだけれども、ネットビジネス界を反芻咀嚼改めてしてみて、私が感じたことを、ちょっと詩的な、文章にしてみたんですね。ポエムチックな文章にしてみたんで、ちょっと読まさせていただきます。これ私の本当の気持ちです。皆さんにエールを送るというか、皆さんにもっと自信を持ってほしくって、そういうふうに書いてるので、決してなんて言うんでしょう、その誰かを批判するのが主目的じゃないですよ。ぜひ皆さんのエフィカシーを上げていただきたいと思うんですけど、我々はもっと裕福でいい、それが当然と考えるに値する、実際にそうなのだから、そうでなくてはおかしいとすら感じて叱るべきである。まず会場の住人の騒音に悩まされているなら最上階に住めばいいのだし、クレジットカードの支払いに怯えるなら、とりあえず銀行に1000万円入れておけばいい。国も成り上がりの狡猾な支配者も、とにかく人を隷属させようと躍起になっている輩は大した才能も実はなく、人を卑下し監視することでしか安眠できない金の亡者は、人が死なず生きず離れずの残飯を投げつける。自分は脂ぎった肉を頬張りながら、騙されてはいけない、あなたは無限の価値があるのだ、その投げつけられた残飯があなたの価値ではなく、彼らの頬張る肉があなたの本来の取り分で、あなたが自ら鎖を断ち切る意志さえあれば、彼らの手にはうぬぼれという虚栄が残るばかりである、って書かせていただいたんですよ。要するに私が言いたいのは、皆さんが受け取っている金銭的対価、例えば会社員の方ではなくて、今回はどちらかというとその起業家的な方なんですが、やっぱり起業家の人だっていろんなパートナーシップとかね、みんなで大きなプロジェクトやったりするわけです。プロダクトローンチがそうでしたけど。で、その中で皆さんが受け取る取り分っていうのは、決して皆さんの実力がそんだけの残飯みたいなお金が皆さん取り分なんじゃなくって、吸い上げるやつが中にいるっていうこと。これをね、理解しなきゃいけない。で、そういう人たちの特徴っていうのをお話しします。まあ、この中でも今話した通りなんですが、我々というか国とかそういう人たちって、その支配しようと思っている才能が不十分な人たちっていうのは必ず監視をしたがりますっていうことを書いたんですよ。で、人を卑下したがります。だって比較して自分が上っていうことを言わないと自分のエフィカシーが保てないから、まあその時点で本来はエフィカシーが低いんですけど、自分はすげえぞって、
自己暗示にかけるのは勝手にしてくれと。それは我々だって自分のエフィカシーが高いのはいくらでも考えるべきことであると。しかしながら実際にやっぱり人を大切にする、信用信頼っていうのを考える、でっかい箱、最近のねベンチャー企業がよくあるように理念なく箱ばっか作ったってしゃあないんですよね。その中身にで一生懸命動いている人、人に着目しなきゃいけない。でもそれができていない人たちっていうのはきらびやかな箱に入った何にもないね、あれですよ、シャキリスズメじゃないですけど、でっかいつづらは作るんだけどもその中に何も入ってないんですよとっていう状況っていうので満足をせざるを得ないと。要するに才能がないから中身は作れない。だから外側だけもうピョンヤンのハリボテの建物みたいなものを作って喜ぶっていう状況の人っていうのが多いんですよ。でそれは別に例えば何かのなんだろうな、箱物って私はよく言ってるんですけど、そういう箱って別に何て言うんでしょう、でっかい設備とかだけじゃなくって、例えば言葉とかFacebook 投稿とかそういうところでも虚栄を張るしかないっていう状況になってる人が多くって、だから私自身は Facebook 投稿ってなんか自行為の集団みたいな感じに見える時があるんですね。特に自分の周りっていうのはそのネットビジネス時代のねつながりで Facebook 友達になっているその虚栄の裸の王様みたいな人たちがやっぱ多いので、だからまあどんどん友達解除とかはしてるんですけども、でもそれも一つの情報として人の振り見て我が振り直せっていうこともありますから、やっぱりねそういう人たちも私とすれば冷静に視観しなきゃいけない部分もあると思うんですね。何も知らなければなんて言うんでしょう、良いも悪いも言えない。英語だと Don't judge a man until you walked in his boots っていうワードがあるんですよ。その人のブーツを履いてみるまでその人をジャッジしてはいけないと、判断してはいけないっていう言葉があるので、自分自身も結局プロダクトローンチやったりいろんなことやったりするっていうのは懐深く潜り込んでみないとやっぱりわからないことっていうのはたくさんあるから、だから自分もその一つの今でも情報収集の一環として Facebook も見たりはしてるんですけどもね。にしてもなんでこれだけ虚栄を張る人が多いのかっていうのがすごく気になるんですね。で私が書いたのはちょっとね文面的に本来は直さなきゃいけないからもう書いたそのままを読ませていただいたんで、ちょっと文のつながりとか分かりづらかったとは思うんですけれども、大した才能も実はなく人を卑下し監視することでしか安眠できない金の亡者っていう言い方をしてるんですが、こういう人たちが我々が死なず生きず離れずっていうお金の渡し方ってあるんですよ。要するにその人たちに例えばですけれども、まあ、その何て言うんですかね、プロダクトローンチのこの上の人たちにくっついてないと我々は生活できないで、くっついてたとしてもそんな生き生きと生きられない、だから死なず生きずって書いたんですけど、でも離れることができないっていうお金だけ残飯ですね投げつけて終わり。でも私思ったんですよ、なんでこんなに めっちゃ努力してて気高く前向きで人柄も素晴らしい人たちっていうのがネットビジネス界の中でなんかいつまで経ってもなんか隷属している場合があるのかって。で特にプロダクトローンチとか考えれば分かりやすいと思うんですけど、例えばプロダクトローンチの収益が5000万円だったとしますよね。5000万円でこの収益っていうのは一定なわけじゃないですか。で一定なわけな一定の中で誰がいくら取るかっていう話になると思うんですよね。誰がいくら取るかっていう話で、その時に例えば誰かが4500万円取ったら当然ながら残りの取り分っていうのは500万円なんですよね。500万円、まあ、これ単純な足し算です。だからこれがおかしいんじゃないのって。例えば実際にこんだけ本来はこんだけ仕事した人がこんだけ、例えばまあ4000万円分仕事した人が500万円しか取れなくって、で例えば1000万円分も実は仕事してないくらいの人が4500万円取っちゃう、これがおかしいと思うんですよ。でこれが実際のまあ何て言うんですかね、パワーというか努力というか、まあ、力、うん、まあパワーって書きますか、パワーがこれ実際はこんだけ使ったパワーとか才能だから、才能っていうのはタレントですね。タレントがこんだけある人が、4000万円ある人が500万円しかもらえなかったと。で、全然才能実がない人がめちゃめちゃ取ってるって。
で、このひこういうタイプの人が多いんですよ。で、この500万円っていうのも一人じゃなくて、結局この自分はこんだけもらうから、あとはみんなで分けたまえみたいな感覚を思っている人たちが、だからこの500万円をさらに5人ぐらいで分けるような感じ。だから100、100、100、100、100なんですよ。100、100、100、100、100、100万円。っていう感覚でやる人が多いんです。で、私、アファメーションとか、引き寄せの法則だとか、例えば、あとは最近だとマインドフルネスとかの話をしてるんですけど、例えば、トマベチヒデツさんっていう言葉、あんまり使わなくなったんですよね、最近。ルータイス氏っていう話はするんですけど、トマベチヒデツさんっていう言葉を使わなくなったんですが、あれも実際、なんか、まあ、トマベチヒデツさんが才能ない方だとは思わないですけど、内情いろいろ聞いてると、彼とビジネスをした人っていうのがどんだけ踏んだくられてるのかっていうのは、これはすごくわかるんですよ。パートナーシップを組んで何かやったと。やった場合、どん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 契約も変わっていくし、どん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 お金取られていくんですね。だからそういうのが私は尊敬できないなと。まあ一つで聞いた話ではあるんですけれども、もう直接関わりがあった人たちが口を揃えて言ってることなんで、彼とビジネスを一緒にするっていうことはそういうことですよっていう話は、まあ実際にね、一緒に働いていた人から聞いてるわけなので、だから私は彼の名前はもうあんま出したくないっていうのがあって、アファメーションの話でもルータイス氏ってワードは出すけど、トマベチヒデツさんっていう言葉は出ない。もちろん彼は頭いい人だとは思うんですが、頭いいなら余計この配分っておかしいんじゃないっていうふうに思う配分をやってるってことを何度も何度も聞いてるので、あんまりそういう人は私は敬意を表することはできない。勉強させていただきましたし、本当に頭いい方だと思うんですけどね。で、話を戻すと、結局ここが根本的な原因だと思うんですよ。で、この人たちがやりたいことっていうのは、例えば恐怖ですよね。まあ恐怖政治、ヒトラーとか、まあナチスの恐怖政治とか、あとは支配、支配。あとは監視ですね。まあ支配の一環として。監視や恐怖、支配っていうのを行うことによって、また時に必要のないタイミングで強い言葉を吐くことによって、隷属させると。で、隷属させることによって、こんだけ仕事させておいて自分はこうだと。しかしながら権威づけはしているので、周りの人もなんかこれで納得しちゃうような一面。こんだけ受け取っても俺当然だろっていう顔され、したり顔されまくるんで、こんだけ取っちゃっても当然だろっていう話を。するわけなんですよね。だって言葉とか言うことはめっちゃ強いから、そこに1ミリも疑いはないんですよ。だってそれは自己暗示かけてるから当然ですよね。だってそういうふうに完璧に思い込まないとこういう取り方はできないでしょ、冷静に考えたら、自分の仕事量を考えればね。だから結局ここまでの話をまとめさせていただくんですけれども、ネットビジネス界っていうのはもちろん自分で例えば物販やるんだったら、もちろん全て自己責任っていうのは理解できると思うんですよ。自分が資金を用意して、その資金で買い付けを行って、それをどう商品を売っていくか、もちろん前提としてお客様の顧客目線っていうベースがあった上でも物事を行わないとダメだし、礼節とかね、謙虚さとか誠実さみたいなものがないと商売っていうのはもう上がったりになっちゃいます。でもそこもしっかりあって一人でやっていく、物販を一人でやっていくんならいいけれども、今後もし皆さんがいろんな大きなプロジェクトとかを誰かと組むだとかね、プロダクトローンチに誘われるとかあることはあると思うんですよ。だからそのタイミングで、まあ、この人は必ずいるぐらいに思っといた方がいい。そうしないと、特にお金が、私もね、お金がない時っていうのは、この構造は分かってましたよ。うすうす気づいてた時から、でも自分がお金ないから、なんだろうな、これでもうお金もらえるんだったらいいやと思ってやってた部分もあるから、もちろん、だからそういう意味では全て自己責任なんだけれども、この人たちっていうのは、要するにお金が十分にある人からお金を取ることではなくて、お金があんまない人からお金を取ることがうまいんですよ。それはどういうことかっていうと、お金がない人からどうやってお金取るんだって思うかもしれないですけど、それは収益を、プロジェクトやって収益を出しますよね。で、この出たお金の配分で取っていくんですよ。実質的に取っていく。だからこれだったら3500万円の差額があるわけですよね。だからお金がない人っていうのはもう100円でも1000円でもいいから欲しいぐらいの感覚、もらえるだけありがたいっていう、結構ねへつらへつらしちゃってる
た部分も私自身もあったから、当時その中でこういう気候っていうのは違和感のつぶつぶを感じてたんだけれども、協力せざるをある種得なかった状況っていうのがあったから、だからこそやっぱりお金っていうのはすごく大切なんですよね。で、大切なんだけれども、大切だからこそ皆さんがその今あるお金の差じゃなくって、これから稼いでいくお金の時にこの配分おかしいやねっていうことをやらされて、しかもだったら外すとか言われるんですよ。自分も高級な高層マンションのロビーに呼ばれて、お前外すとか、なんかわけわかんないこと言われたんですけど、だからそうやって恐怖とかで支配していく、まあ、私はそれをすごい叱らして、あ、この人こういう感じでしか人を操ることができない人なんだなっていうふうに思ってたので、まあその1回きりのプロダクトローンチでもいいやと思ったんですけどね。そもそもプロダクトローンチ自体好きじゃないっていうのがよく分かったし、自分自身がそんな先導してね、本当に何て言うんでしょう、私自身は何て言うんでしょう、そう、5日間の無料講座だと本当に1ヶ月かけて昼も夜もなく動いてたから5日目でちょっと泣きそうになっちゃったんですけど、そういう本当の泣きそうじゃなくって、まあ、泣けないから目にわさび塗って泣いてる人とかも平気でいるような世界だから、だから全員が全員悪いんじゃなくて、疑心暗鬼慣れつってるわけじゃなくて、単純に事実としてこのネットビジネス界っていうのはもうどれだけね、ビジレイク体現総合ブワー言ってる人たちだって、よう見てみてください。明らかにおかしいですわ。だからおかしい人たちが多い。おかしいっていうのは、ラリってる人が多いってことですよ。簡単に言えばね。で、ラリってる人たちは何が多いかっていうと、自分を過大評価しまくりすぎている。だからその結果自己暗示してるから、もうそれが自分って自分も思い込んじゃってるし、気づいた時にはお山の大将俺一人、後から来るのは夜ばかりの世界になってしまうってことなので、我々自身は2個気をつけなきゃいけない。まず当然ながら自分自身がこっちにならないようにしなきゃいけないっていうこと。ただ、とはいえどうしてもお金がなくなるとね、もう藁をもすがる思いって言ったら言い方悪いですけれども、なんて言うんでしょう。お金を取られてはいないじゃないですか。これって利益が出た分の配分ですから。でも本来ここなんですよねってこと。だからそこを理解しなきゃいけないのと、我々自身がラリっちゃいけないよって。お金が入ってきたらいくらでもラリるチャンスってあります。ぶっちゃけた話、自分も会社立てて、で取締役になって、で高校から融資 OK で300万ドカーンって金ない時に入ってきた時って、もうちょっとラリりましたもん。まあ、どういうレベルかっていうと、じゃあ打ち合わせしようぜって言って居酒屋に行ってね、酒飲みまくって、でじゃあ領収書、会社で領収書切っといてって言ってね、でまあだからそんな領収、そんな会議でもなんでもないじゃないですか。だからそういうところの金の使い方が存在になった時期もあるので余計思うんですけど、我々っていうのはやっぱり、もっともっと地に足つけて進んでいかなきゃいけない。とはいえ我々には無限の可能性があることは確かなんです。だからそこも強調して言っとくべきことなので、ここの冒頭に入れたんですが、もっと我々って裕福でいいし、それは我々っていうのは真面目に一生懸命やっている、前向きに進んでいる、で全て自己責任っていうものをよく分かっている、顧客目線っていうのも理解している、努力も普段の努力を行っている我々であれば、もっともっと可能性っていうのは人間本来みんなあるけれども、そのみんな可能性がある中で、特になんていうんですかね、誰かを悲しませたり被害者を生もうとしていない我々であれば、もっと裕福になるべきなんですよ。で、ここに書いた通り、それが当然と考えるに値する。実際にそうなんですから、ここに書いた通りです。そうでなくてはおかしいって考えるべきなんですよ。だから、例えば、自分のね、預金口座がカツカツだったり、収益っていうのが入ってきたと思ったらクレジットカードで全部なくなるだとか、そんな生活ってもうおかしいんです、どう考えても。だってそんな、やり方って、生き方って、なんていうんですかね、ひもじくてしゃあないじゃないですか。自分がそうだったら、まあ、多重債務者でしたからね、よくわかるんですけど、稼いだそばから全部なくなるみたいな、はい、アコムさん、みたいな、プロミスさん、ノーローンさん、みたいな感じで、どんどん全部なくなっていく、ジャックスさん、みたいな。そんな感じでなくなっていく日々っていうのがあったから、余計思うんですけど、なんかがおかしいぞと。で、そのおかしいっていうのは、例えば、でっかいプロジェクトをやってるとすれば、この収益体制がおかしいよ、こいつが搾取してるんちゃうのと、支配と恐怖と支配と監視ですよ、この3つが大好き大好物の人たち
だから自分に美味しい肉を頬張りたいから。で、自分はこんだけすごいやつだって思い込んじゃってるか、こんだけガポって取っちゃった後で、はい、あとはどうぞっていうことですよ。実はこれマネーリテラシーとかも関係してくるんですけれども、お金だって本来は、本来はね、自分たちがこんだけ欲しいって考え方は確かに正しいんですよ。でも、一般的に我々っていうのはロバート清崎も言ってましたけど、支払うお金を先にしちゃうっていうことですよね。本来は、自分たちのお金を確保した上で残りで支払うっていう考え方じゃないといけないから、そこはね、金持ち父さん貧乏父さんを見ていただければわかると思うんですけど、とにかく考え方は合ってんだけど、それに見合った動きはしてないよね、パワーや才能がないよねっていう人たちが搾取できやすい世の中なんですよ。権威づけがしやすい。だからそこは細かく見る人ってわかると思います。どう考えてもね、その人たちを話してるといつも怯えた目してる、いつも目が泳いでる、言うことはでかいんだけれども口角がだらけてる、そういった顔の表情一つ取ったって、仕草一つ取ったって、やっぱりね、怯えてんですよ内心。だから恐怖だったり支配だったり霊属させたりとか監視したりしないとやっていけないんです。もうトローンってしてますよ、目も口角もダラーンってしますよ。これ年齢的なことじゃなくってね。だから本当はそういう見抜くところもあるんだけど、でもそれ以上に強い言葉を吐かれると、我々ってお人よしの人ってそういうもんなんかなってやっぱ思っちゃうじゃないですか。でもそういうもんじゃないですよ。だからそこに関して皆さんっていうのは、今後ね、まあ、でっかいプロジェクトを組むってことはないとは思うけれども、やっぱり物販っていうのはなんていうんですかね、いろんな人の世話になってようやく成り立つ職業ではありますけど、こういうでっかいプロジェクト的なことをみんなでやることはないと思う。ただなんていうんですか、この搾取体制みたいなのを確立させてる人っていうのは、それは虚像ですから、虚栄であり虚像であり虚業って言います。虚業家って言葉ぜひ覚えてください。虚業家っていうのはこれですね、虚業、虚業っていう言葉、この言葉ぜひ覚えてください。多くの起業家とか実業家と名乗っている人たちの多くは虚業家であると。会社に理念もないし、だからその中で理念がない中で周りだけデコレーションきれいにした、なんかパッカパカ、何にもないパッカパカの箱ですよ。もうカラカラ、なんかなんだろうな、なんかプラスチックの破片みたいなのが入ってるだけのカラ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 した箱を作って、自分はすごいでかいみたいなこと、それはおかしいだろう。ちゃんと中身もしっかりね、人で成り立ってんですから、全てのことは。アドラー心理学をまた引き合いに出すつもりはないけれども、全ての物事っていうのは対人なんだから、みんなが幸せになれる手段を考えるべき。しかしながら考えないんです。なぜかというと才能がないから、考えようとしてないから。だって考えるのって難しいですよ。自分だけが稼ごうとするんだったら悪徳リフォーム会社とかオレオレ詐欺とかやりゃいいじゃないですか。それは自分だけ稼げる収益構造を作りたければそうすればいいですよね。頭使わなくていいわけですよ、対して。でも本当にみんなで稼ごうとすると、やっぱりそれなりに頭使わないと、そういった構造っていうのは構築できないわけです。 1+4+5 とかじゃないんですよ。ルートだとか虚数だとか微分積分だとか、そういうのを使った数式を作んなきゃいけないのができないから 4+8 みたいなことをやって、でそれで理念を持たない母体を作ったところでやっぱりダメなんですよ。ただそういうのを作る人っていうのが本当多いっていうのを私は感じました。だから逆言えばですよ、めっちゃ真面目で進んでる人っていうのが稼ぎにくい世界ではあります。ただ稼ぎにくいって言っても、今回私が動画でお伝えしたことをしっかりと腹に落としていただければ、もちろん普通どう考えたって人柄がいい人、前向きな人、思いやりがある人で一生懸命進んでる人、努力家な人、そういう人たちが稼げない世界になっちゃいけないに決まってるじゃないですか。でもなっちゃってるのは、嘘つきが多くって狡猾な人だとか、虚栄張ってる人だとか、恐怖で支配しようとしてる人たち、まあ要するに拳銃突きつけて自分の要望を言おうとしてる人ようなね、タイプの人たちだって、瞬動しているこの商売という世界、皆さんはこの商売という世界が自由だと思ってると思うんですよ。で、もちろん自由なんですが、その自由を得るためには、どれだけ皆さんもいろいろな今まで持ってない感覚っていうのを身につけ、
勤めて精進しなければいけないのかっていうのはご理解ください。要するに会社というある種の安定の中で、もう実はもうその会社の年功序列とかもないから安定じゃないっちゃないんですけど、それでも給料もらえるじゃないですか。固定で、固定給だったら固定給で、ブラックだとか言ってるけど残業代は出ないかったとしても固定給はもらえるじゃないですか。だからこの安定から脱却したいから青天井のビジネスをやろうと、で物販に手を出す、それはいいと思うんですけど、もう一方の側面見なきゃいけないんですけど、青天井ってことは底なしなんですよ。だから安定を取って取り除いて、安定の世界からこっちに来るっていうことは、上だけ見てこういうふうに歩いてたら穴ぼっこに落ちますよっていう話だから、安定を、これがまあ犠牲というんですけれども、安定を犠牲にするということは不安定ってことですからね。簡単に言えばこれは中性子爆発の臨界点と同じですよ。原子力発電の臨界点の中に制御棒を差し込むと、で制御棒を差し込んで、この制御棒を引き抜きすぎてもダメだし、入れすぎても原子力発電が止まっちゃう、このちょうどいいポイントっていうのを臨界点というんですけど、中性子爆発とかね、いい感じで行われる点っていうのを、この臨界点っていうのが安定なんですよ。安定っていうのは一点なんですよ。そっから入れすぎても引き抜きすぎても不安定になるんですよ。でもこの不安定っていうのはうまく使えや膨大なエネルギーを生むことができる、これが青天井なんですね。でもそれは同時に間違った制御棒の抜き差ししまくると底なしになるんですよ。だからその部分っていうのは本当ご理解いただきたい。我々は当然ながらさらなる安定を目指しているから、どうしても上ばっか見て歩きちゃうんですよね。でそれは正しい、それは正しいんだけれども、上があるってことは下もあるし、上がないってことは下もないんですよ。それは良い意味でも悪い意味でもね。だからその部分っていうのは理解して進んでいかないと、必ず、なんか下手な鉄砲数打ち当たるで物販やってもおかしいし、とはいえそのビビって前に進むことをこうに拒絶しながら引きこもっちゃってもそれはしゃあないし、意味がないことだし、だからそこのなんて言うんでしょう、このいろいろな作業、自分のね考え方一つ一つの臨界点っていうのも考えて、で無限の可能性がある、素晴らしいワードですけど、それって可能性が無限にあるってことは、イメージは青天井も絶対全部上の無限、もう宇宙に飛び立つぐらいの感覚だと思うんですけど、地に落ち込むこともあるってこと、そこを理解しなきゃいけないと同時に、お金ない人からお金取るっていうのは収益構造としてこの人たちがめちゃめちゃ求めてることなんですよ。で強い言葉吐き続けるからわーってみんな言っちゃうじゃないですか。特にお金ない人っていうのはこの人がね、よう言うてるんですわ。今年は資産100人を資産1億円にしますとか言ってるんですけど、でもそれってこれですよ。1億円に100人、100人1億円にしますってことは50億自分が儲かりますって言いたいだけですよ、その人たちは。だからこの配分っていうのも考えてみないと、1億円にするんだすげえってことは、その人は自分が1億円稼げる案件だったらその人は10億円取るとか50億円取るとか、そういう話ですからね。だからそこを理解しなきゃいけない。言葉って綺麗なことって必ず裏があるんですよ。でその裏がないっていう言葉ってないと思うんですね。ただその裏も悪い裏と良い裏があるわけで、だからその一見書かれたね、資産1億円の人を100人作りますとかね、多分今年新年の抱負で言ってる人何人もネットビジネス界でいると思うんですよ。だからその人たちのなんかね、裏っていうのはやっぱり、そこは見抜けるようにしなきゃいけないですね。だからそこは責任をご自身で負うというか、ご自身で理解しなきゃいけない。綺麗な言葉だけがいいんじゃないですよと、中国の、昔の話で羊の頭をね店先に掲げておいて犬の肉を売ってたっていうのが妖刀苦肉の語源ですけれども、羊めっちゃ並べてあるからこの人すげえって近づいてったら食わされんの犬の肉だったりするわけですね。でも羊はさばいてるんですよ。じゃあその羊の肉誰が食ったっていうと、その人が食ってるんですよ。それが私の言葉で言うと、彼らの頬張る肉があなたの本来の取り分で、あなたが自ら鎖を断ち切る意志さえあれば、永続するね、この恐怖や支配監視の手から自らの意志で逃れる意志さえあれば、
彼らの手には残るのはうぬぼれである、虚栄であると。要するに結局形が残るだけ、柄が残るだけですよ、卵の殻みたいなものが。で皆さんっていうのは結局のところ本来は残飯を食う人間じゃないですよね、私も含めて。だそこエフィカシー高くいくべきだし、そうなって当然だって思うべきだと思うんですよ。今皆さんが考えている、まあ、考えているとかね、悩んでいるいろいろな悩みって、もちろんお金があれば解決できることってたくさんあります。じゃあそのお金はっていうふうに着目してみたときに、皆さん自身がもっともっとエフィカシー高く、我々はもっとエフィカシー高く進むべきだと。ただし、そうだ、イエーイ、じゃあ楽してもっと稼げるぜって言ってる人は、もうそれは論外。努力しなくてもいいぜ、それは論外。だから自分の今までのプライド、肩書きっていうのはそのままに、自分は高みに上るんだって、それも論外。そういう人じゃない人たちって、でももっともっと高みに行けて当然だよねっていう感覚を持ってる。それは私であり、私の生徒さんもそうだと思ってるんですよ。だから私より才能のある人が私の生徒になっていいと思うし、私より才能のある人たちが私の生徒なんですよ、今周りって。だから自分よりも商品リサーチ上手い人多いし、自分よりも行動的な人多いし、そういう中で自分がなんでまた講師っていう立場でね、ずっとやらさせていただけてるかっていうと、何でも言えちゃうからだと思うんですよね。だからその人たちよりももっともっと、なんだろうな、いろんな実験的なことをして失敗たくさんしてるから、じゃあその人たちよりも何がね自分が一番多いかっていうと、失敗の数ってだけだと思うんですよ。失敗の数と歯に衣着せず何でも言っちゃうってことと、全てのしがらみっていうのは脱却しているってことと、まあ、だからそういう部分だけだと思うんですよね、逆言えば。自分なんかより全然才能ある人だらけだし、だから私もそうだと思うし、私もそうだと思うしっていうのは、私も例えばもっともっと資産あっていいと思うし、もっともっと稼げればいいと思うし、ただそれはそうすることによって生徒さんは自分よりも稼いじゃっていいと思ってるから、そのプロセスとして自分もいろんな稼げる手段とか考えていく、新たなルートを構築していく、満足度を高めていくっていう、自分がやることって皆さんのプロセスなんですよね。私がようやることで皆さんがもっとよくできるっていう感覚がね、やっぱりないと、なんだろうな、自分が稼ぐことがゴールになってる人って、人を育てることなんて絶対できないと思います。15年間講師やってきて、そこはすごいよくわかります。なんか自分の情報は出し惜しみするだとか、なんか、そういう感覚じゃないんですよね。人を喜ばせてる自分が好きという、もちろん究極的な自己愛ではあるんですけれども、やっぱりね、こういう、うぞうむぞうのやから狡猾な、虎の尾を刈る狐だったりね、狡猾な人、うぬぼれてる人、とはね、我々ってもう次元の違う集団ではありますから、最終的に笑えればいいんじゃないですかね。やっぱり、なんだろうな、よくないです、霊族とか監視とか支配とかはね。自由な世界で自由を叫んでいる人たちが周りの人を支配している世の中、かつこのネットビジネス界っていうのは特に嘘つきが多い世界だと思います。だから嘘つきが多い世界だと思いますって言ってる私も嘘つきの可能性があるぐらいでもう見ちゃっていいと思うんですよ。だから少なくともね、こいつはまあまあ信用はできんなと、信頼するにはまだ時間かかるけれども、信用ができんなって思っていただければいいなと思って、いろんなことも含めてセキュララにね、歯に息に着せず話してますし、動画をブツブツ切らずに最初から最後まで全部アドリブでね、テーマは決めてますよ。テーマはちょこってタイトルぐらい決めてずっとこういうふうに今回も話してるわけなんですが、なるべく信用できうるような環境で動画を話してるわけですよね。だから YouTube やり始めた人の悪い特徴で、変な効果音をたくさん入れたがるだとか、あるじゃないですか、ブツ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 切って一気に良いこと言ってるような感じにしてるだとかね。でもそれっていうのは信用がないです。そんなブツブツ切ったら自分の言って、あ、しまったってところを後から切ってきゃ誰だっていい言葉吐けますよ。でもそういうもんじゃないじゃないですか。Facebook 投稿っていうのは自分で何度も見返して、あ、これはしまったっていうところを切っていくんですよ。だから、自慰行為がしやすい環境にあるんですが、それでもあらが出てるよ。こういう人たちは。出てますよ。だからそういうところを見抜けるようにしなきゃ。まずね、日本語の文法がおかしい人が多いですよ。
自動詞と他動詞の使い方だとか、言葉の使い方とか、日本語教師目線で見てみると、こういう人たちってかっちょいい言葉書いてるんだけど、言葉がしっかりしてないです。だから、そういうところってやっぱり、日本語教師ってプロフェッショナルだからこそ気づくところもあると思うんですけれども、やっぱり実はこういう人たちって強い言葉書いてるんだけど、その言葉の文法上の使い方っていうのが、いくつも誤記が多い。間違った文法の使い方としている場合が多い。だから要するに言葉、強い言葉を大切にしてるんだけれども、言葉を実はないがしろにしてるって、あらが見えちゃってるっていうところも、判断ポイントとしてはあったりはするんですよね。というわけで、今回別にそのネットビジネスは怖いっすよっていうことを言いたいわけじゃなくて、進んでくるのは絶対正しいと思うし、もちろん青天井だっていうことは確かなんだけれども、その青天井の青天井だ、みんな稼ぎるワイワイ言ってる人たちって、逆のこと言ってないよねってこと。だって表裏一体じゃないですか。表裏一体なのでなのに表のことばっかり話してるって、それは嘘っぽすぎるでしょ、いくらなんでも。だからもう皆さん気づいてると思います。どう考えても違和感のつぶつぶ感じてると思います。うさんくさいって言われる理由は、表ばっかり話して裏話してないからですよ。青天井ってことは底なしに決まってるじゃないですか。安定っていうね、タガを外すというか、安定っていうこの部分っていうのを外すってことは、上も下もフュンってなくなるってことですから、だから上ばっかいいこと言ってるっていうのはおかしいし、でもそこでアファーメーションで前向きになってるから、それは正しいんだけれども、事実として上行くってことは下に行くっていうのも、ブワーって無限に可能性が出てくるっていうのは、事実としてね、で、理論的なことですよ、ただのね。として話すべきだと思うんですよ。だからそこはすごく考えなければいけないっていうことなんですね。まあ、わかりやすく掛け算で書きます、最後に。上を外すっていうことがどういうことかっていうと、例えば月収30万円の人がいて、30万円かける働いた月、まあ例えば1年12ヶ月って言ったら360万円になりますよね。で、結局のところこの30万円を外すってことは、ここが空白になるわけです。虫食い算になるってことなんですよ。虫食い算になる。だから答えっていうのもおのずと消えてくるわけですね。で、ここに1入れれば120万だし、100入れれば1200万になるわけですよね。でも、ここでマイナス30入れたらマイナス360万になるじゃないですか。だから、ここの部分っていうのを自由度を増させるということは、自由度を増やすってことは、ここにそれはプラスの数入れればプラスになるけど、マイナス入れたらマイナスに決まってるじゃないですか。上も外すってことは下も外すっていうのは掛け算の虫食い算と同じなんですよ。だからそこっていうのはしっかりと腹に落とす必要はある。とはいえやっぱり可能性が皆さん自身があるわけだから、それはもちろん上を目指して叱るべきなんじゃないかっていう感覚なんですよね。で、例えば私のこの上の人も10時半ぐらいになるとね、実はこれね、ちょっと自分のことも話してて、ちょっとカチャカチャカチャって言う時あるんですよ。なんだこいつカチャカチャカチャって言ってね、イライラしたことあるんですよ。今中国とか行くと結構周りの音がうるさかったりする環境が、賑やかな環境にね、1年間でもう1ヶ月以上も中国にいたわけですから、いるわけですから、行ったり来たりしてるわけですから、もう気にはしなくなったんですけど、なんだこいつって初め思ったんですよね。で、乗り込んでこうかなと思ったぐらい、まあ結構血気盛ん、もっと血気盛んだった人間なので、乗り込んでいこうかなこの野郎みたいな、ボコしてやろうかなというふうに思ったぐらいなんですよ。すいませんね、こんな続々的な感じで。でもよくよく考えてみたら、こいつの一つ上の階に住めばいいって話じゃないですか。例えばね、自分が最上階に住んだら上の人がうるさいのはなくなるわけです。上にいるのはもうカラスかネズミぐらいですからね。そうしたらね、だから結局自分の環境を変えるに値するような資産を、資産というか収益だったり資産っていうのを我々は持って叱るべきだと。こんな上の人のね、ガチャ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 やるね、おっさんの、おっさんかどうかわかんないけど、おっさんの、なんだろう、ガチャガチャ音に悩まされているようなのはおかしいっていうふうに思ったんですよ。だから相手を変えようっていうんじゃなくて、自分が変わればいいっていう話っていうのがあるんですよ。まあ最近ちょっと静かになったんですけどね。でもだからそういうこともあったりして、自分自身が悩んでる。あと、お金がない時って、その、銀行口座にお金がないとかね。まあ、お金って数値ですよ。数値とはいえ、それが100って書いてある方がいいわけじゃないですか。0よりもね。100よりも1000の方がいいわけじゃないですか。なんか心のゆとりが出てくる資本主義ですからね。だから、その中で我々が十分ゆとりを持ち、前向きに自分たちのしたいことを貫徹できるに値するような、金銭という数値。口座の中の金額っ
ていうのを持ってた方がやっぱり自由度って増しますよ。より勇敢なこともできると思うしね、行動できると思うし、だからそういう状況まで本来は持ってきて叱るべきだから、そういう状況にやっぱりしたいって思うのは当然だし、なって叱るべきっていう感覚を持って、もっとエフィカシー高くいきましょう。あ、羨ましいな、でも自分には無理だろうなじゃなくって、あ、羨ましいなって思うことがあるのであれば、それは別に自分だってすぐできますけどねぐらいの感覚で、私はめちゃめちゃエフィカシー高く進んでいくってことが大切なんじゃないかなと思うし、もうそれで当然だと思うんです。だからあとはそれをどうやったら形にすればいいかをゴールから逆算して進んでいけばいいだけの話なので、その一つとしてネットビジネスとかね、物販とか手出したのは合ってるから、だったらそこから逆算して、自分の期限から逆算して、もう今までの100倍努力はしていかなきゃいけないですよと、前向きな感情を持って具体的に行動していき、自分自身っていうのがもっと視野を広げてね、自分の今の視界の中で進んでいこうっていうと、ぐる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 工程回ってて、いつまで経ってもハワイに行けないなっつってる人と同じだから、そうじゃなくてそこも視野を広げて方向性を修正しながら進んでいく必要もありますよねっていう話です。というわけでわちゃわちゃ話したんですけれども、決してネガティブな話をしたかったわけではなくって、この商売の世界の中っていうのはもう嘘つきだらけです。嘘つきはめっちゃ多い。ただ一生懸命誠実に堅実に努力をし、普段の努力を積み重ねて進んでいる、最良のアドラ的に言えば最良の別れのための普段の努力を積み重ねていくっていうことを行っている人間がもっとハッピーになって叱るべきだと。それは金銭的にも精神的にも時間的にもね、もっと自由になって叱るべきだっていうふうに思うから、それを皆さんにお伝えさせていただきたく、今回随分話をしてしまいましたけれども、こういう話をさせていただきました。というわけで最後までご清聴ありがとうございます。海外転売講師の黒沢敦がお届けいたしました。では失礼いたします。